はい、対戦相手の旗が見つかりました。おレジエレキか、レジエレキは僕も今ちょっと注目してるんですよね。サンダーがかなり流行ってて、サンダーにそんなに弱くないポケモンなので結構いいかなと思ってるんだけど、技範囲が本当に狭いんだよな。まあトリルパに見えますけどね、ブリムオンでトリルして超火力ドラミドロがぶん殴ってくるチームには見える。まあ、トリルとレジエレキは相性悪くないって思う方もいるかもしれませんが、トリルパって本来そういうもんだからな。トリルエースは1匹か2匹用意すればよくて、それ以外は高速ポケモンで固めた方が全力性能ありますしね。まあ、あとはなんか追い風とか駆使したらトリルカでもレジエレキが最速らしいからな。わけがわかんない。今回結構ランドロスが良さそうなんですよね。初手ランドから入りましょうか。ランドロスへハッサムもまあゴリラとかに弱くないし悪くないかも。ランドハッサムカプレヒレか、それからもうラティオスあたりで攻めるかだな。これでいってみるか、悪くないかも。ほい、はい、対戦よろしくお願いします。一応初手はレジエレキかなと思ってるんですよね。レジエレキで荒らして最後じゃないけど真ん中でブリムオン出してとか言ってたらゴリランダーから来た。どうすっかな。ここは剣の前を積むほどの余裕はない。ダイマックスをして殴りに行くのは正直あり。うちのランドロス今回最速取ってるんで、向こうのゴリランダーが仮に最速でも上から動けますね。一応ゴリランダーを意識して最速にしてるんだけどね。ゴリラは今タスキも結構ありな気がするな。僕が昔結構タスキゴリラ使ったんですけど、昔というかゴリラが敵になる前、昔っていうのはなんかそんな昔の話じゃないかな。で大ジェットドラムアタックがね、まあうざいんですよね。お、一撃で倒したか。タスキではなかったと。まあこれは引けなかったのかな多分。まああとはステロ型とか危険作り型も多いから、ランドロスはそこを考えた形かもしれませんね。でメタグロスへ大アイスで倒しに来るのがね、ここは大ウォールだな。多分殴り負けちゃうから、いや待てよ、でもこれ一回引っ込めるのありか。大ウォールで技見てからでいいけど、大アイスをハッサムで受けに行くのは正直あり。ただレジエレキは別にラティオスがそんな不利ではないような気もしてるから、なんとも言えないとこですけどね。だけどエースバーンとかを考えるとランドロス残してんだな、できればやっぱそうだよね。ここはハッサムで受けよう。ハッサムに対する打点はダイアース、ダイナックルあたりがあるかもしれないけど、ダイナックルはまあパワーが低いんでなんとかなるでしょう。でロイヤルマスターハッサム、ダイスチル、あーなるほどね。これは半減だけど、まあまあ、あーでもこんなもんで済んだか。昔からメタグロスに対してはハッサム投げるのが割と安定だからな。だってこいつなんか新技習得してねえよな。わからない。ブレイズキックとか押してくんなよ。トンボ返りで。ダイナックルはまあいいや。グラスフィールドがうざいとこではあるけどね。でもグラスフィールドそろそろなくなるよな。ダイスチル、防御アップを狙ってきたか。球場、まあ関係、まああんま関係ないですね。こいつはパワー下げらんないから、クリアボディで。だからランドの威嚇は意味がなくて、防御も上げられてるので2段階。ここはラティオスの方がいいかもしれませんね。こいつ弱点保険とかの可能性もありそうなんだよな。とは言ってもここはもう弱点をつきに行くでいいと思うんだよ。それしかないもんな。マジカルフレームがどれぐらいか、こういう時はやっぱメガネだった方がいいですね。こういう時はメガネが欲しくなる。あ、でも結構入るね。
弱点保険だよね。やっぱそうだろうなと思ったんだよ。冷凍パンツ。グラスフィールドいつなくなるんだ。ここでなくなるよね。よしよしよし、これで地震が通るようになって、まあ、ただベタグロスが一応防御2段階上げてるから、そこでどうなるか。あとはバレットパンチを持ってる可能性があるから、まあでもパワー2段階のバレットパンチで落ちるとは思えないけど、ランドが消耗してしまうのも美味しくないですからね。地震でバレパンがなければ俺も上から一方的に殴り倒せるはず。 OK 通る。2段階上がって言ってもさすがにこの HP は飛ぶだろ。耐えるの？マジかよ。マジか。いやーグロス強えわ。まあ絶望的状況ではあるんですけど、バレパンでまあ倒せるんでさすがに。で裏が、まあ、タスキ以外のブリムオンとか、あとはドラミドロだったら勝てそう。しかもバレパンあんのか。あ、まああるけど、あれか、耐える、耐えるって分かったんだね、相手ちゃんと。偉いな。だから、相手結構熟練の猛者っぽいですね。多分これ確定台だったんですよ。ただ、イジッパの場合絶対落ちてるじゃん。だから、ゴリランダが多分最速で、うちのランドより、遅かったじゃないですか。だから、あれでバレてたんだね、最速ってのが。で、陽気の地震だったら耐えるってのをしっかり把握した上で、冷凍パンチを押してきていた。マジで強い。まあ一応エースバーンはあの不意打ちなければあの技を結構かわす可能性があるから。急所、おっとかすかぜくっそ。対戦ありがとうございました。いやこれ完敗だな。グロスにやられたわ。はい、対戦相手の方が見つかりました。お相手のチームはこんな感じ。マートサンダー、グロスも結構見ますね。どうしよっかな。まあこれ絶対にサンダーは出してるな、この相手だったら。サンダーランドロスか。サンダーランドレヒレとかが一応良さそうだけど、まあこれでいいか。はい、はい、対戦よろしくお願いします。さて誰から来るかな。多分ラグラージからのステロ展開が一番ありえるかなと思ってるんだけど、エースバーンから来たか。さあエースバーン対サンダー、今世代は何回も争いそうな2匹ですが、あーサンダーでダイマックスあんま聞いたくねえな今回の選出的には。でも切るか。こう引いてきそうな感じもあるんですよね。ただここでボルトチェンジとか押せなくて、巨大火球が飛んできたら終わるから、ボルチェンとかは押せないんですよ。相手もなかなか難しい場面だよね。ここダイジェットまで読む。ダイマックスはしてきてない。トンボ返りはサンダーに対しては押してこないでしょ。だから普通に火炎ボールあたりで殴ってくるのか、こっちのダイマックスを一点読みして飛び跳ねるみたいので、だからダイマターン稼ぎをしてくるのかみたいな感じかな。まあ、火炎ボールで削ってくるのが一番ありそうではあるけど、火炎ボール強っ。入りすぎじゃね。8巻いてんのか。いやこれさすがに入りすぎだろ。8巻きだわこれ。だって大爆笑してなかったらワンパンされてるもんな。サンダー今回防御方面別に厚くしてないけど、これは入りすぎなんで8巻きで確定ですね。強いよなやっぱエースバーン。まあ向こうもサンダープレッシャー、まあオンラインやめとこう。まあ、プレッシャーも強いかもしんないからな。まあ、プレッシャー自体はそんなクソ特性じゃないですからね。腐りやすいだけで。あ、今ダイジェットをしたのはどうせ第3打でワンパンできないのと、向こうとダイジェットでやり合った時に次のターンも上から動くためですね。ダイマックスしてきた。はい、裏があんまサンダーに強くねえからな。サンダーをサンダーである程度消耗させないときつい。きついというか負ける。
うちのランドロスがあんまサンダーに強くないし、岩技持ってないから、だから相手のサンダーなめなめ選手だったかもしんねえ。今回大ウォール、はい、であればここはこっちが大ウォールを決めて、で次のターン跳ね休めだな。そうすれば向こうのダイマックスターン枯らせるから、上からあの跳ね休めが通るんで、電気技を食らっても飛行技を食らっても一応半減で受けられるんですよこの場面は。だからこれでいいや。前のターンそういう意味では大ジェットじゃなくて大ウォールをするべきだったかもしれないけど、まあ結果論これでよかった。まあ相手はここでこっちのサンダーの上を取るために大ジェットをしてくるかどうかだけど、うちのサンダーの素早さが分かんない以上、相手的には大ジェットを決めても抜けない可能性があるんですよ。だから大サンダーで来るんじゃないかな。大バーン、ああ、なるほどね、読まれたか、跳ね休めだけど落ちることはないですね、全然大丈夫だな。熱風持ちだね。ナットレイがだいぶ数減らしてんのと、ハッサムとかに対しては大ジェット大サンダーとかでいいから、今この技持ちはなかなかレアかもしんないっすね。レアってほどではないな、レアってほどではないけど、打つ相手がそんなにないっすよね。ただ グロスとかに打ってるから悪くもないよね、普通にもありではある。だけど暴風との相性が悪いからな、こんなもんこれ。あ、結構痛えな、いや一発だけど引くなよお前、何やってんだ。まあ仕方ないわ。とりあえず跳ね休めだな。晴れが枯れるまで跳ね休めして、上取ってるから上から跳ね休めが通るんですよ。まあ晴れがなくなれば熱風の火力も一気に下がるから、そっから殴り始めるでいいはず。この火傷がなんか後々響いてきそうな雰囲気はあるけど、とりあえず跳ねで粘ろう。熱風は一応命中不安定技なんで、どっかで外す可能性はありますね。で跳ね休めと、熱風、まあまあまあ、でここはこっち殴れるタイミングですね。仮に何食らっても落とされないし、まあ放電でちょっと削りを入れましょう。ここで交換は多分ないけど、やって食うとしたら誰だ、ボーマンだとか。ここは多分電気技で殴ってくると思うんだよね。跳ね合わせはしづらいタイミングだから、やっぱそうだね、電気技の火力では負けてるけど、まあ大丈夫そう。で日差しが元に戻って、この火傷が引き継いのはこのなんだ、こことかさ、火傷がなかったら割とぶん殴りが安定の場面だったんだよな、向こうに跳ね休めさせないために。だから火傷がある以上ここで殴られるときついから、跳ね休めをせざるを得ない。しかもプレッシャーで、この対面になるとプレッシャーが生きるんだよな。そう考えたら今サンダーミラーを考えてプレッシャーを選択するってのはありですね。前の世代よりかはプレッシャーが強い気がする今作。今まではサンダー対サンダーなんかほとんど発生しなかったけど、でも今世代ガンガン発生するんで、あ、普通にありだと思うな。あんまプレッシャー煽りができなくなったわ。跳ね休めだね、こっから長えぞ。長いけど、まあ相手やけど引かれてるし、こっちも急所とか引いてなんとかなるっしょ、放電で。それか暴風を一発ぶつけて混乱を狙いに行ってもいいかもしれませんね。ここが悩ましいんだよな。ここは放電、急所を当たれば落とせるし、頼むぞ。サンダーどこまでスバス振ってんだろう。あんま振ってなかったらランドで叩けるんだけどな、ランドが最速だから。まあでも耐久そこそこはあるような気がするし、 CS とかではなさそうですよね。で放電羽かな、
あお盆か、どっちだ、お盆じゃないか、たくさん回復する方はお盆か。熱風、あここ熱風なんだ、落ちないっしょ、うん、ここ放電で倒せんじゃね、さっきダメージ的にだって半分ギリいかないぐらい入ってたもんな。ここでなんかラグラージとかに引かれる可能性がなくはないか。よしよし、サンダー対決は勝って、まあ痛いけど、これは痛いですけど、一応サンダーの HP も残ってますよと。カプレヒでこれはすげえ怪しい、勝てるかどうか。うちのレヒレがちょっと素早さ振ってるから、また泥試合になりそうですね。てかサンダーレヒレまで一緒だったんだ。まあ放電がどれぐらい入るかだな。ダメージ次第ではその分ランドロス出して殴り殺せばいいだけだから悪くないかもしんない。相手も相当サンダーきつかったんだね。だサンダーでサンダー倒さなきゃきつかったよな。今作はいかにこのサンダーをうまく通すかのゲームになりそうですね。まあでもサンダーの使い方で言ったら僕相当慣れてる方だからな。 XY からずっと使ってますからね。みんながボルトロスを使ってる間も俺だけはサンダー使ってたからな。あ？スカーフか。てかスカーフでもこれ相当速くない？うちのサンダーって2回ジェット、いや2回積んで1回だけか。だから速い出来だったら確かに抜かれるな。でもこれで勝ちですね。まあ相手的な裏がランドロスエースバーンとかあったらワンチャン勝てるみたいな感じだったんだろうな。まあここ降参してくると思うけど、瞑想を積んでさらに分からせるか。はい、対戦ありがとうございました。